これはですね、フェラーリ 365GTB4 デートになってまして、まあ、ちゃんとこれよりね、タイヤなんかもね、こう、残っております。はい。で、それでして、これ、表彰のメーカーなんですが、フェラーリ 365GTB4 デートのものですね、なんですが、まあ、この車というのは、V12 エンジンを長大のノーズに搭載し、後輪を起動するという創立以来の細々と受け継がれてきたフェラーリ。ベルギーネッタの究極的な一車。有名なペットネームデイトナは、この車のデビュー以来、67年でデイトナ24時間レースで、フェラーリのスポーツモデルタイプ 330P4 と 412P が 1,2,3 フィニッシュを果たしたことから、自然に呼ばれるようになったのです。一点の破綻にもないダイナミックで美しさを見せるボディには、50年代からカルチアフィローフェラーが数多くの試作を出品し、絶え間なくテストとエラーを続けていた効力研究の成果が、デテールの革命に至った。で、プライベート用レーシンググルタイプ365なのが、実に実績にあった、フロントエイトの流れを込む 4.4 リッターのシングルロック。正当な設計者不明には、新たにパンクアウトの DOEG のペットが与えられて、352馬力、7500回転のパワーを発揮、280キロの最高速を達成した。で、豪華 GT 等でしたデータの素早くレースとは無縁に見えたが、中でフェラーリーベイナットで実力を獲得する、GT のフォルレースを受け、70年から74年前、ルマン長時間耐久の GT クラス3年連続して達成し、また、カタログモデルが生産を終えてから6年も経った79年、データの上手がレースで使用した 365GTB4 コンベンツオールは、当時の最新マシンを残して2位に入場し、世界にレースカーを、まあ、驚かしたわけなんですね。で、これが、フェラーリの 365GTB4 デートナーという車でして、まあ、この車になります。で、この車というのはなかなかね、まあ、形的にまあ気に入っていて好きな、車でありましたし、まあ、なかなかいいなという感じです。で、こういった感じでね、今のフェラーリと比べると、だいぶちょっと独特な形をしてるんで、まあ、市場に驚かれる方もいらっしゃるのではないかと思いますけれども、まあ、昔はこういう形のね、まあ、フェラーリというのも、まあ、あったんですよ。なかなかそういった車というのもね、まあ、いいなといった感じで、という、わけで、どうもありがとうございます。